悪い。及川さん、ここから暴れても大丈夫ですよが隊員の意味だろうが。え、コーチ凶暴なカラス飼ってるっつって。自分で戦えるようになりたくて来ました。たとえどんな天才セッターが相手だろうと。何してるんすか。甥っ子の付き添い。及川さん、嫌だね。ベーキお願いします。話を聞いてください。写真が嬉しいのか。ダセ。もし大会が近いのに自分の意思で打ちたいって言い出しました。お前は考えたの。現状がベストだと思い込んで守りに入るとは。それを理解できないなら思ってた以上にトビオがポンコツで。俺がギュンって言って。つまりこいつが目をつぶって飛んだところに。それをちゃんと頭で理解しろ。よし行くぞ。はーい。さっきより早い。でもどうだ。早い。いいか、攻撃の速さは全てこの。それの最も速いのがファーストテンポ。セッターのトスより先に助走を開始。変人速攻がどんな必殺技だか知らねえが。1ミリを1秒早く。お前の相棒にも改善が必要なわけだが。神山！ちびすけ。おー、来たな。こんにちは、アッセ。ここは簡単にはいかねえぞ。はい。ボールに触れられるのはわずか0.数秒。テンポですか。テンポは大体分かったんですけど。打点のところで、相川の打点付近で勢いを殺す。チビちゃんが欲しいトスに 100% 応えて。悪かったな。やめなさい。教頭の前でもダメだぞ。それ以外でやれ。終わってから体育館閉めるまでの少しでいいんだけど。俺は勝負時に使えるほど安定しない。登場ついでにさらっと拾われた畜生。正常のリベロのあれを。ああ、これだこれだ。来たな、チビスケ。鵜飼監督。全力で飛ぶことで意識を向けろ。なあ、ツッキー。ごめん、西海とも。今はみんな技術も癖も違うから昇格した。昇格なの。バレーを見る目だけは確かだ。おお、さあ。前回お前ら遅刻だったもんな。夜中なんだから静かにね。いいから早く乗れ。あ、あれってもしかして東京タワー。埼玉だから。東京タワーじゃない。俺は2ミリ伸びたぞ。びっくりしたか。左手。お前と違う。今シンクロ攻撃やろうとしてなかったか。あいつら今日どうした。大丈夫か。くそ。裏山新緑坂道ダッシュだそうだ。相手の攻撃手段が絞られたところをブロックで仕留める。見事全敗。よっしゃ、なせ。俺はサーブ打ってく。練習なんて嫌ってほどやってるじゃん。ちょっとそこのカラスの再現ないからみんな早々に逃げるんだよ。まずそれなりのレシーブ力つけろ。それに君ミドルブロッカーなら。おいと今井翔太死んだ。うえ、僕まだ若くて発展途上なんですよ。それは仕方ないんじゃないですかね。お役御免ポイント失礼します。おい、確かに得体が知れないし脅威だけど、かなわない存在として見てるなんてさ。じゃあ次ワンテンポ遅らせるわ。だから何
生意気な奴め、本体を壊せる。スイカの差し入れです。おあれ、月島くん一切れだけでいいの？あの月島が成り行きとはいえ、その日向が公営に回ってる間、合宿の試合の時名前聞こえたんだけど。知らねえよ、自分の話とかするやつじゃねえし。月島の兄貴が？でもわかんねえっすよ。アズマネさんは嫌じゃないんですか？エースって肩書きにこだわってますよね。また集中しすぎた日向に噛みつかれますよ。レフトレフト！真面目にやってると思いますけど。強力で抜かれていくならレギュラー変えることも。任せろ！レフト来るぞ！一番！俺のボールだ！予想以上。チーム内であろうと。じゃあ、行ってる。いろいろやったらやれんじゃねえかって思いますよね。今日もスパイク練習付き合わない？なんで断んの？もったいない。うるさいな。日向なら今の月になんて言う？くそー、あんな身長持ってるくせによ。月島になんて言う？お前カバン係な。ちげえよ、3組のやつだよ。何？うん、少し立ち最初体をしていた。常にお互いに悪い情で、あの中途がにひょる行動を吐き出だった。時々あっ時々そう減り潰し人ができます。ぶれた地反最初かしら しかもまだ2年だろ。ほら、3年なのに試合出れてないんだよ。こっちの方が断然衝撃的。それを兄の全てであるかのように思ってた。頑張ればそうなれると。でも何？最近の月はカッコ悪いよ。どうしてこっから先は無理って線引いちゃうんだよ。万が一にも全国に行くことができたとして、みんなどんな原動力で動いてんだよ。でも納得はできない。強制的にやらせたら自主練じゃないだろ。焦って止めるから、その時は手伝ってね。理屈も理由も分かんないけどさ。確かに山口くんが規制を発しながら走っていたんだけど。決まってさ、カッコ悪いことを絶対やらないじゃん。どっちがカッコいいのかなんて決まってんじゃん。すみません、ありがとうございます。僕は純粋に疑問なんですが。ただの部活って。突っ込んだ方がいいですか？いいよ、キリがないから。下手くそだからじゃない？試合で使い物になるようになってから、同じブロック相手に全く触らせず、その瞬間があるかないかだ。わかんねえけど、間違ってはないと思う。山口、月島、同じポジションだし、俺にないもん全部持ってる。日向と月島だから、4番の人今日もすごい迫力。先生、ブロックの目的は基本的に2種類で。止めなくてもいいんですか？よっしゃー。で、手は上じゃなく前に出せ。大さん、今の。丸1週間の合宿遠征3日目、そして日向と影山くんの衝突から
った月島くんが少し心配だったけど、くそ、また短い。そろそろしんどくなってくる頃か。俺だけまだ何もない。一回言ってみろよ。おい、こら。すいません。言われてみればそうかもくらいだと思うぞ。ここしばらく日向は気持ちよくスパイクを決めていない。無意識に妥協したのか。もちろん試合でも新しい速攻は使わない。今のままじゃ一緒にやっても意味ねえだろ。一人でブロックと戦えるようになること。ケンマにトス上げてもらおうとしたら5本で逃げられた。今日は優秀だったんで早めに見逃してもらいました。ちょうどいいから3対3やろうぜ。今日の強豪のエースとセッターと一緒だ。私もクワガタ見たわ。リーフ。はい、チャンスもオール。腹が減っては戦はできん。もうちょい寝かせて。世が成長に回らないってどういうこと。すみません、狙いすぎた。変わってきたなあいつら。僕ら試合になったら敵同士ですよね。ゴミ捨て場の決戦ってやつをさ、立ち上がってきてもらわなきゃなんねえだろ。赤足カバー。すいません、少し低い。そうか、そうか。一回攻め直すんだ。床に叩きつけるだけがスパイクじゃない。赤足ナイス。ジビちゃん、ラスト頼んだ。落ち着いていれば。よく打った。ほら、感動した。必殺技。ヤチさん、おはよう。腹減ったね。なんだよ、月島。別に。マジかよ。サンキュー。さすが芝山。レフト、フライングッシュ。ガラス野のチビちゃんがめっちゃフライング上手くなってる。頼むよバカめ。なんすか赤足、次どこと合わせて。肉肉肉肉。ひなた、試合頑張ってね。サンキュー。俺は早く落ちるトス打ちたい。この速攻にお前の意志は必要ないって言ったんだ。分かってるけど早くくれ、打ちたい。だからあの時あんなに怒ったのか。日向にこそ王冠が見える。お前らがやろうとしている新しいこと、以上やって今のところ勝ったのが3セットとは。カラスノの攻撃スタイルとしてそれなりに、ま、だから新しいことを始めた。バカに。俺が最後の1セット、負けっぱなしのこの遠征、合宿の成果見せてやる。アウト。4番精鋭に上がってきた。止めてみせろ。さあ見た赤字。あのフクロウダニのボクト君は太い。月島ナイスター。この技はな、逃げるために使うもんじゃねえ。任せろ。ナイスレシーブ。フェイント、最高なんだよ。お前頭使ったのか。熱出るぞ。嵐の前の静けさみたいな怖さがあるな。他の人もそうだ。朝日さん、ナイスレシーブ。ボール来る。で、ふざけんな。歯車止まれ。なあ赤字、今のそんなすげえの。打点で止めるなんて神業。シュルって今回は絶対来る感じしたけど、影山がなんとも形容しがたい顔になってる。大好き日向、影山くん。それぞれの課題にひたむきに取り組んできた。くっそ羨ましい。Thank you.
もしチビちゃんがうちにいたら、お前もあの天才一年セッターでさえ、お前もちゃんとやる気出すのか。なんで、意味わかんない、してないし。してるし。前の変人速攻との違いがわからないんですが。ボールの最高到達点にしようとしてるんだ。ナイスレシーブ。くそ、さっきとイメージは一緒なのに。ほらい、バックアタック。あ、いや、よかったよ。それでいいぞ、ガンガン行け。燃え、ファーストテンポのシンクロ攻撃。こんなに気持ちよく決まるの久々っすもん。常に新しくか。こっちの攻撃はバックアタック含めて4人同時。くそ、よっしゃ。でもみんなの作り上げた歯車が今、相手のエースに気持ちのいいスパイクを打たせてない。お前の攻撃に惑わされずに落ち着いてやっていきましょう。よし、俺のサーブで突き放す。うわやべ、端っこ狙いすぎた。こにゃろ。普通に決まると問題なし。ボクタさん、ブロック3枚止めるぞ。せーの。今のはブロックですかね。今日はもう俺にあげんな。よくわかんないけど、向こうのエースが不調っぽい。新しく手に入れたこの武器で。